一番花があまりに立派なので家の中に取り込んでますが、家の中ではもう一つこの桜蘭が咲き出しました。全部で14個くらいつぼみ持ってます。可愛いですよ。さて今日は裏庭ですが、徐々にバラが咲き始めています。これはすごい勢いがあるから、ジャーマンアイリスも咲き出しました。シュッと伸びてるのかっこいいですよね。一重のバラなんです。アトラス、トゲがすごいけども、これも勢いがありますね。コーンフラワー、これアイスランドポピーです。もう何年も出てきてます。これはね、ペイントブラシっていうバラなんですが、すごいたくさんつぼみ持ってる。後ろはただいま街道中の小屋です。今白いペンキを塗っている最中ですが、もう屋根がついちゃったので適当に、でも長持ちしないと思います。この床下がもう木が腐ってる。今木材の値段が高騰していて、もうそんなに無理して直さなくても思っているので、しばらく楽しませてもらうことにします。これはねオンルートのバラなのでやっぱり強いですね。芍薬はもう少し時間かかりますね。これレウシアです。まずポットに入れた方が長持ちする、よく咲くよって伝えされて、その通りほんとすごいつぼみになってます。これタニウスギです。本当は生け花に使うはずだったけど、うちのタニウスギ派手すぎてとてもじゃないけど使えない。まあ可愛いですけどね。我が家のバラは裏には特に薄いピンクが多くて、どれがどれやらさっぱりわからない。はっきり言って私ロザリアンじゃないです。なんかわかんないけど、安いバラの苗売ってたら買ってきて植えてるから、名前もどんどん忘れちゃうし、覚えてるのはほんのわずかです。柳蘭が今満開、バラよりちょっと早いのでちょうど隙間埋めてくれてますね。友達のご主人が植えてくれた一年草、まだ大きくなりません。あ、クイーンエリザベスのつるバラやっと咲き始めましたね。なんかよく似た薄いピンク多いでしょう。もうちょっとねメリハリのあるの植えないとなと思うんですけど、これもコスコで買ったハンギングバスケットです。安かったことしね。これが本当にバワチー、うちの庭です。今のところもうちょっと綺麗にしましょう。これはね、道に落ちてた球根を植えてみました。お友達からもらったイチゴです。花つけてきましたね。これもコスコで買ったフリーバーチですね。種から育ててるビオラ、まだまだです。というわけでこれが全体です。